監督、禁じて解禁。阪神岡田監督は甲子園のベンチに座り、石井と桐敷の中継ぎコンビ、関切さんに、フル稼働指令を出した。3連投ぐらい、別にどうってことない。3連投をさせんかったけどな。そんなに無理してもって思ってたけど。逆転優勝の鍵を握るのは、リーグトップの35ホールドポイント、同56試合登板の桐敷と 28HP を上げる石井だ。二人とも今季3連投を一度は経験しているため、少々の連投は、そら、全然大丈夫よと信頼は厚い。また、31日に、及川を上げるとも明言。中継ぎを一人増やすことで、1日に一人、ベンチに入らない、上がりのブルペン要員を作る。疲労が見えれば、抹消せず、上がりで1日休ませる。こうして、関切さんをフル活用していく方向だ。1日以来、29日ぶりに甲子園の空気を味わい、空変わるやろ。こっからまた仕切り直して、地元の甲子園のゲームが多い、知能と反撃を宣言した。来年、使い物にならないようにするのだけは、頼むからやめてください。疲れて球が走ってないなら、逆効果な気もしますが。これ以上投手を壊さないで、いただきたい。ほら、昭和のおじいちゃんに監督やらせると、とこうなるやん。まあ、石井、桐敷の出番が増えて、またまた、二人の疲れがたまらないよう、せなあかんね。やはりこの二人、天下の宝刀やから。安倍監督も同じ字を言っていたけど、あっちはそこまで無理させてこなかったからできること。本拠地がドームでもあるし、練習から環境がまるで違う。前回監督した時もだったけど、マジでブルペン焼け野原にするよな。優勝のために必要な対価だと思って受け入れないといけない？本格的に壊しにかかったか。いい加減優勝は無理って別れよ。